二王門三道村月岩義清池病拝殿、清池病本殿、加藤清正孝造本名寺は、熊本市西区の熊本城北西にある日蓮宗六条門流の、寺下大本山本国寺から、六条、門流九州僧同士の特別自覚を与えられている。三号は、初星山。本尊は十海曼だ羅親子方園。日蓮宗の熱心な信者であり、 日国間本藩の初代藩主、加藤清正を祀る清池病があることで知られる。清池病の奥には長い石段があり、これを登ると清正の銅像がある。境内入り口の巨大な二王門は、鉄筋コンクリート造りで、出雲大社の大鳥居などでも知られる、小林徳一郎の寄進で1920年に、建立された。国の登録有形文化財に登録されている。 門をくぐると桜並木の長い山道が続き、両側に十二の達中が並ぶ。山道を進むと右手に本名寺の大本堂がある。そこから先には胸付き岩木と呼ばれる百七十六段の急勾配の石段があり、その中央に信者から寄進された多数の石道路が並んでいる。これを登ったところに清池廟があり、境内の宝物館には清正の遺品や加藤、 細川家に関する文書、書画、工芸品、鎧兜等、国の重要文化財を含む、約1400点が収蔵、展示されている。かつては宿泊する参拝客も多かったというが、今は清池病の手前に一軒だけ、古い旗子が残る。さらに清池病の裏手から300段の石段を、登ると、槍を持ち、超え星系兜をかぶった清志肖像が立っている。 ここからは、熊本市内をよく見渡すことができる。毎年、清正の命日である7月24日の前夜、僧侶や信者が社経した、北ッ行を奉納する豚社会が行われ、10万人の参拝客で賑わう。清正の一周期に、本名寺、第三世日遥が、北ッ教一部八巻を一世で社経し、追前供養したことが起源とされる。1585年、 加藤清正の父、清忠の冥福を祈るため、紀神の解散により、大阪に改装されたのに始まる。清正が、熊本城主になった後の、1611年に清正が没死、遺言により、中尾三条の清池病に、清志肖像を法案した。1614年、火災で焼失した本明寺を清池病家の現在地に移転した。 明治時代の神仏分離令によって、清池病と本明寺は神社と寺として分けられ、1871年に社殿だけが熊本城内に移され、加藤神社となった。清池病の拝殿も撤去された。その後、西南戦争で消失した大本堂と同時に、清池病の建物も再建され、現在の姿になった。かつて本明寺の参道には、ンセン病患者が並び、 参拝者に記者を要求していた。その期限は不詳であるが、境内の碑文で病気期間の記載があり、江戸時代とも考えられる。はっきり文書で記載されたのは1871年である。その後、寺は西南戦域で一部炎上したが、患者は再び集まり、近くの集落で自活していた。ハンナ・リデルやコール神父などのハンセン病患者、救済活動や、 聖母会による病院設立などもあったが、国による九州療養所の設立後も患者療養所と本名寺集落の間を行き来した。そして、1940年7月9日に本名寺事件として知られる患者の強制収容があった。これは、熊本ではあまり熱心でなかった村井県運動の一環として、また近づいてくる戦争準備への一環と、 考えられている。塩谷総一郎によると、患者の多くは総愛好正会という秘密結社に入っていた。毎年ご縁を出して、寄付金の主意書、法画帳を交付してもらい、定められた自分の縄張りに年2回出張して寄付を募った。また、厚生省、県知事、学務課、社会科の証明書、本名字の住職の感謝状を偽造した。そして、北海道から、 台湾朝鮮に至るまで2名1組で寄付を、強要する、やらないと、伝染させるぞと言いおる。人々は、大の恐怖と、いかめしい厚生省や、県知事等の証明書に対して、金銭を出したのであった。本名寺事件の一部は、その解決のためであった。総愛厚生会の一部は、草津落千円の特別病室に入っていたが、非常な人格者もおり、 秘密結社というより、自治組織と考える人もいる。本病寺ブラック役員5名と総愛好政会幹部4名は、特別病室に57日収容されていた。また、本病寺来集落に居住する患者と九州、療養所や星塚敬安園などの長い腐れ園を断つためでもあったろう。強制収容後、患者は草津落泉園に移送され、いわゆる特別病室。 別名住官房に入国した。詳細は、本明寺事件を、参照、特別病室も、参照重要文化財登録有形文化財、熊本県指定有形文化財、清正工事は、東京都中央区日本橋浜町にある、本明寺の別院。文久元年藩主の細川一氏守るが、本明寺に祀られる、加藤清正の霊を分霊し創建した。明治維新後、 加藤神社と称した。明治18年、清正公道と解消本名自別院とした。日蓮宗は昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。